にちは。本日のニュースをお伝えします。クエドラシティでは公共交通機関の充実を図ろうと市営バスを導入したとのことです。そして実際に導入して運用してみたところ、特に小学校付近のバス停を多く利用する市民の姿が目撃されたとのことです。そばを通りかかったおじいさんは、クエドラシティ市長、クエストドラゴンです。うく主のチャンネルの年末はやっぱりこれなのね。霊夢よ。人気シリーズの方が年末も盛り上がるだろ。マリサだぜ。そんなわけで、シティーズ、スカイラインズ第17回、やっていきましょう。うく主ってそういえば未だにゴミ問題が解決できていなかったのよね。あれどうするの？まあ、後々考えていきましょう。ゴミ屋敷ならぬゴミ都市にならないように。まずゴミ収集車が行き届かないと無理だろうから、立体交差を作ったりしてゴミ収集車用の道路を作っておくと案外楽かもしれないぜ。なるほど。まあそれはできたらやっていこうか。さあそんなわけでロード待ちです。っていうわけでやっていきましょうか。まずなんかゴミ問題の前にゴミ集積場が問題抱えてるわね。ま、満杯になっちゃってる。まあ建物が多いのも原因の一つだったりするんだけどさ。おい、ちょっと待てよ。この状態だとこのクエドラシティ全部のゴミ集積場が搬出状態になっちゃってるってことじゃないか？まだ他の集積場も完璧に空っぽにはなっていないみたいだね。弱ったな。街全体のほとんどがゴミが回収されないってわめいているわね。一応搬出していても働いてくれているのかな？情報中のゴミの項目をちょっと見てみよう。稼働はしているみたいだが効率が全くないみたいだな。一部の地域じゃゴミの合計数が最大になっちゃっている建物がちらほらあるわね。ゴミ問題ってかなり厄介な問題だね。早いとこ解決していかないと。あと産業地区の需要がかなり高いからちょっとだけでも増やしておかないとだな。マイルストーンを解除しないとオフィスが解除されないんだよね。おかげで土壌汚染がひどいわ。まあ、工場っていうのはそういうものよね。立ち込める空気はあまりいいものじゃないわよ。道路、たまに交通量が上がるんだよね。狭くしないで4車線にしておこうかな。あとはなるべくリーズナブルに済ませたいので小さめに作っていきます。自分の年だっていうのにケチるってどういうことだよ。まあ一部の工場については立ち退いてもらいましょうか。ていさ、こんなのであんなに長い需要バーが減ると思ってんの？まあ少しでも減らせればっていう感じだからさ。また後でこの辺りはどうにかしておくよ。なんて素敵な街なんだ。夢なら覚めないぜ。なんかうく主、いろいろ後回しにしすぎている気がするんだが。大丈夫なのか？そんなので。やばいやばい、めっちゃ怒ってるじゃん。そりゃそうでしょ。この世帯主の人だって、好きで自分の家をゴミ屋敷にしているわけじゃないんだから。このままじゃちょっとまずいかも。どこかに少なくなっている集積場があったと思うから、緊急でちょっとその集積場だけ通常業務をしてもらおう。第二ゴミ集積場に任せるのね。またすぐいっぱいになりそうだけど。少しでもゴミ問題が解決すればそれでいいからさ。3個も集積場があるっていうのに足りないのか。まあ、ゴミ問題については本当に少しずつやっていくしかなさそうだな。次の作業に移ろうぜ。火事だ。バスの通り道を作るために道路のアップグレードをしたら区画設定に空きができちゃったから、それの塗り直しをしておこう。水道管と似たような感じで忘れやすいわよね。区画の設定をするのも。まあ、うく主が一番忘れやすいのは水道管の配管だけどな。あれは仕方ないんだって。目立たないじゃん、地中に埋まっちゃってるし。逆に水道管が路上に露出していることなんてそうそうないわよ。さて、他に塗り残している部分とかはないもんね。大丈夫かな？
たまにうぷ主、道路のアップグレードをした時に区画の塗り直しをしないまま忘れられている区画があるからな。この機会によく見直しをしておくといいぜ。ちょっと待って、この細い区画に全く同じ建物がいくつも並んでいるんだけど。なんじゃこりゃ。これはこれである意味面白いわね。ゴミ問題についてだが、やっぱりゴミ集積場から離れている住宅は回収されていないみたいだな。ゴミ問題はさておきリクエストコーナー行ってみましょう。まさか二度目があるなんて思わなかったんだけど。どんなリクエスト？運転に関するリクエストだそうです。今回ここで終わっていい？いやいや、せっかくリクエストしてくださったんですから、やりましょう。気になるからね、ホットドッグの番のスピード。シレット提案者さん、なんかすみませんって書かれてあったぜ。うぷ主の運転のひどさをひょっとしたら知っていたのかもな。さあ行きましょう、どのくらい出るのかな？すでにヤバいって。おいおい、街をぶっ壊すなよ。標識壊しただろ。おまけに信号無視。GTA じゃないんだから。これ、輸送高速道路でやった方がいいかもしれないね。こんな街中じゃ大惨事だぜ。市長によって、こんな速さじゃホットドッグなんて帰ってないわよ。いや、まずホットドッグの材料がぐちゃぐちゃだろ。スリップしてるしな。こんな衝撃でも上についているホットドッグが落ちないんだよね。すごい接着力。とりあえず軽くドライブしていきましょう。これのどこが軽くなんだよ。さっきからひどすぎるぜ。ゴミ集積場にぶつかってるし。思いっきり。結構ここは道が細くなってるみたいだね。堂々と中央分離帯の上を走るんじゃないわよ。当たり判定ないから大事故になってないけど、本当なら大事故よ、これ。なんで自分で作った土地を自らの手で壊そうとするんだ。いやいや、このホットドッグの番が早すぎて運転が。運転に関してはいつも通りでしょ。しかもちょっと傾いてるぜ。まあ、都市全体を壊せるモッドとか、DLC とかがあったりするんだけどさ、入れてないわ。さすがにそこまでは。あ、うぷ主、壊した標識や信号機、修理費用はうぷ主の財布からね、都市からの資金から取ることもないように。でもさ、GTA5 じゃないけど、スピードメーターの機能とかがついていればいいんだけどね。パソコン版とかにはそういうモッドないかな？スピードメーターはないが、スピードカメラのモッドならワークショップにあるぜ。そもそもの話だが、パソコン版には運転の機能は実装されていない気がするぜ。PS4 版と Xbox One 版、Windows 10版だけじゃないか？なんでだし？さっきも、今も、信号機が折れても電気がつくのは、蓄電池式だからです。そんなハイテクだったか？とりあえず横転しちゃったので輸送高速道路までワープしましょう。まだ続くのね。そういや、さっきシレット Windows 10版のシリーズ、スカイラインズがあるとか言いましたが、マイクロソフトストアで販売してます。普通は税込み5400円で、現在インターセール中で1350円で販売中だそうです。Steam 版、いわゆるパソコン版は普段2980円、デラックスは3980円ですが、Steam も負けじとインターセールで 75% オフの745円と995円と、破格の値段で販売中です。さらに2019年の年間ベスト売上トップのゲームだそうですよ。すごいですよね、シティーズ、スカイラインズ。飛んで沈んだ。で、もうちょっと Windows 10版について話すと、PS4 とかと同じスタイルなので、コントローラーをサポートしています。あとは、低スペックなパソコンに最適化されたタイプなので、Steam 版でできなさそうだけどどうしてもパソコンでやりたいっていう時は購入を検討してもいいんじゃないでしょうか。一応ノートパソコンでも動きますし、価格的には Steam の方が安いんですけどね、わら。まあ、PS4 と同じスタイルだから、Mod とかは使えないわね。もっとも使うっていうなら Steam 版一択しかないわよ。さて、あのホットドッグの版は川に沈んだってことで。おい最悪だな。財布をなくした人はいませんか？黒い川の財布を拾いました。心当たりのある方はプライベートメールください。さて、今後はレースにて、ホットドッグの版がレースカーとして新たに使われることになりそうです。嫌だわ、それ。さて、ちょっとこのようなご指摘をいただいたのでやってみようと思います。じゃあまず歩道橋を探さないとダメよね。思った以上に時間がかかりそうだからカットを入れましょう。頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れ、待って、やれるって、やれる気持ちの問題だ、頑張れ頑張れ、そこだそこだ、諦めるんだ、絶対に頑張れ、積極的にポジティブに頑張れ頑張れ。メガメニュー使ってみますか？
名前とは大きく違ってあまり存在感ないんだけど、一覧表で出てくるから見つけやすかったりするかもな。前回奇妙な洞窟の周りに小道具めっちゃ置いたけど、こんなにあったのね。あったあった、これじゃない？どう見たって魚を釣る桟橋だろ。一体どこなんだろう？もうちょっと探してみます。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。なんか、メガメニュー使っていろんなところを見回って探していたら特殊施設が今の段階で一つ設置できるみたいです。モデレーションモール。気になるね、設置してみる？いわゆるデパートみたいなやつよね。ララポートみたいな。おしゃれっていうわけじゃないけど、小規模な安いお店がたくさんあるらしいわ。これ、医療センターの建設に必須みたいね。よくわからないけど、設置しておくと別の建物が建てられるようになるらしいわよ。地価が安すぎるってうなっている店が一つあるから、その周辺にでも建てたらどうだ？商業施設と同じでうるさいみたいだしな。でも幸福度は100だから結構広範囲で市民が喜ぶな。そうだね。置く場所というと、バスストリートのあたりでいいかな。私たちの街を象徴する特別な何かがあったら嬉しいんだけど、この最高の街。眩しいなぁ。ちゃんと入り口付近の駐車場は障害者向けの駐車スペースになってるあたり、リアルな見た目してるよな。ちょこっとだけ名前を変えておきます。うぶ主のことだから、予測がある程度ついちゃうかもしれないわ。まあ知ってたけどな。クエドラモデレーションモール。さて、地価が低いって。この問題をどうしろと？ゴミ収集車はどこだ？どうして誰もゴミを収集してくれないんだ？結構上がっているんだけどね。ここの地域は。まあ、サウス、ストリートの付近が一番高いよな。あ、ゴミが回収されないって激怒してた世帯がついに家を残して出て行ったみたいね。ありがとう、アットマヨア。ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。気づけば産業地区じゃエリート人材が足りないとか言い出したな。教育機関の充実もさらにしなきゃな。どっちのゴミ集積場もまだそこまで減ってないわ。今のところは間に合わせで第二ゴミ集積場に頑張ってもらうしかなさそうだね。この広い都市に一つしかゴミ集積場が動いてないんじゃ全部の家庭や施設のゴミ回収は賄えないな。ゴミの量が減ったら立体交差でゴミ収集用道路を作っておこう。っていうわけで、ちょっと寄り道しちゃいましたが引き続きメガメニューを使って歩道を探していこうと思います。一応一区切りついたって感じだけどな、渋滞問題。でも完全に解決したわけじゃないから、この先も対策が必要そうだよな。見つけたわ、ウプ主。歩道の項目。あ、これでいいのかな？歩道橋のスタイルで設置できるのかな？普通の道路を立体交差で作るようなものだろ。まず選んでやってみろって。じゃあ一般的な舗装歩道を使って作っていくことにしよう。ちゃんと高さが上げられるじゃない。歩道だし、普通の道よりは安いみたいね。とりあえずまずは登れる場所を作ってからかな。ウプ主、一応道路と同じ扱いだから、既存の道路の上に重ね合わせることはできないんじゃないか？そうなの？だって、普通に書かれてるじゃない。この場所は使用中って。だから道路の外から引いてくるっていう感じがするわね。なんかウプ主、ゴミ問題をいつになっても解決しようとしないから人口が下がり始めてきてるぜ。ちょっと現状じゃ難しいので、もう少し市民の皆さんには我慢してもらうしかなさそうだね。というか、やっぱりどこからやっても既存の道路からだと使用中って出ちゃうね。やっぱり道路外からやっていくのかな？明らかに設置できそうな感じしてるわよね。でもさ、既存の道路から外れちゃって市民は通ってくれるのかな？置いてあるだけじゃ意味ない気がするんだけど。それはまあ、設置してみればわかるでしょ。失敗したら取り壊せば大丈夫よ。そんなに時間が経ってなければある程度払い戻しが効くでしょうから。なんて素敵な街なんだ、夢なら覚めないで。いきなり反対側に道を伸ばすのは高さの関係上無理なんじゃないか？ちょっと待って、これ本当に歩道橋になる道かな？本当の歩道橋って既存の道路上に作れたりしない？諦めてまずはチャレンジしてみろって。やっぱり道路上に設置はできないんだね。まあいいや、そこは仕様だと思って道路の脇から設置していこうかな。おそらくだけど、そこのグリッド線の上から歩道を引くことができるはずよ。じゃあやっていこうかな。まあ、外側と内側、両方設置できればいいかなって。またこれで周辺の建物がちょっとだけ減るな。まあ、そこは仕方ない。
建物の名付けとかはまた後でいつものように動画外でやっておくよ。あ、名付けのヒント募集中ですのでコメント欄などに書き込んでいただければと思います。まあ、ウプ主がただ単にネタ切れなだけだと思うんだけどな。その話は今しなくても大丈夫でしょ。とりあえず周りに歩道橋を設置していこう。ラウンドアバウトに沿っていく感じで。高くすれば高くするほどお金が倍以上必要になってくるので、基本高さは1段階目ぐらいに留めておきます。そういやウプ主、輸送高速道路の時もそうだったけど、直線ツールばっかりを使うより曲線ツールをうまいこと使ってラウンドアバウトと同じような形にすれば見栄えが良くなるんじゃないかしら？とりあえず歩行者の人が使ってくれるかどうかを見るだけだから、本当に使ってくれていたら曲線ツールを使って改めてしっかりした歩道橋を作っていくつもりだから、だから今回はまだ仮の姿で作っていくよ。結構建物が取り壊されているな。まあ無理もないか。さっきもモデレーションモールで結構削られたからな。建物。ちょっと待ってね。位置的になんか合ってない。時間が少ししか経ってない時、ちゃんと払い戻しの制度がついているっていうのは、リアルなのか、親切心があるのか。とにかくまあ、ありがたい機能よね。これでよし。だいぶカクカクだけど仮の歩道橋、外側完成です。次は内側を作っていきます。さっきと同じ要領かな。まあ、あとはちょっと適当にこの歩道橋への道を作ってあげればいい感じかな。ところどころで大丈夫でしょ。割とこのラウンドアバウトの部分、スペースが狭いんだな。まあそれ以前に市民に利用してもらえるかどうかが問題だけどな。この歩道橋の上に行ける道がなかったら当たり前だけど市民は利用できないわよね。私みたいに空を飛ぶ程度の能力でも持ってない限りは無理よ。いくらか建物は犠牲になったけど出入りの道ができたよ。その調子で他の場所にも道を引いてあげないと、私みたいに魔法のほうきでも持ってなきゃ歩道橋に行けないぜ。これやって既存の道路と繋がっているのかどうかはわからないけど、まあやっていきます。にしてもウプ主の都市ってよく雨が降るわね。まあ、確かこのマップを使用した時に艦隊に位置するマップだったから、その影響なのかもしれないね。謎の兜教団のリーダーが世界の終焉を知った3年ぶり2度目、お詫びの始まり。カルト教団か。あまりイメージがないな。リーズ、スカイラインズでもろくでもないことしているらしいな。まあいいや、とりあえず引き続き仮の歩道橋の建設を進めていこう。さすがに全部の方向に歩道橋への道を設置するのは難しいんじゃないかしら？できるところだけだね。ありがとう、アットマヨア。ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。今回結構チャートが多い気がするな。何回毎日満足いく結果にならないな。たとえ仮だとはいえども、ちょっと。ま、こんなところかな。さて、この調子で別の場所にも設置していこうと思います。まあ、軽くそばのあたりに設置できればいいなって思ってるんですが、本当に使ってくれているのかな。うふぬし、結構収入が高いのね。10万ドル近く持ってるじゃない。きっと何かに使えるよね。そうね、私のお賽銭かしら。この土地が崩壊しても入れないわ。というより、お賽銭のレベルじゃないだろ。10万ドルって。あ、一応ちゃんと道と繋がってる。じゃあ、ひょっとしたらどこかで市民がもうすでに使っているかもしれないわね。早速使ってる人を見つけたぜ。ちゃんと機能しているみたいだな。ほんとだ、ちらほら使っている人の様子がわかるね。まだ内側には行けないけど、比較的安全にラウンドアバウトの周りを移動できるようにはなったわね。外側はほとんど完成しているかな。そこは中央消防署とタクシー乗り場があるから難しそうだな。あれ？中央消防署だっけ？それともクエドラ第一消防署か？忘れたな。ここだけちょっと長いけどまあいっか。じゃあ引き続いて内側の歩道橋をやっていきましょう。まずは内側に渡るための道路を引いていきます。あまり内側に引きすぎると謎の洞窟と干渉しちゃうからギリギリを攻めていくといいわね。まあ、ここはラウンドアバウトに接続されている車両用道路になぞらえて内側への道を引いていこうかな。パトカー3台ぐらいラウンドアバウトを利用してったわ。何があったのよ。ギリギリを攻めすぎて内側への道を引くことができない場所がいくつかあるね。まあ、そこは仕方ないかな。別の場所から引くことにしよう。ゴミ収集車などこが、どうして何もゴミを収集してくれないんだ。さて、市民がゴミについて未だに唸っているみたいですが、引き続き今度は内側の道路を引いていこうと思います。歩道橋を引いていても資金が増え続けているな。
30万ドルになったぜ。スピードが倍になっているっていうのもあるんでしょうけどね。そして都市財政額が7000ドル近く。忘れかけているかもしれないけど、私は面白かったから覚えてるわ。マリサにすごいと言われるまであと3000ドルよ。わ、私は毎回忘れているんだけどな。言われてやっと思い出すっていうぐらいだぜ。結構楽しみにしているから心の隅にちょこんと置いてあったりするんだけど、マリサ自身はそこまで重要なことだと思ってないみたいだね。いやいや、別にそういうわけじゃないぜ。ただ、まだ程遠いのかもなーって思っているぐらいで。というかウプ主、完全に歩道橋への道が洞窟に刺さってるわよ。まあ、おそらく使えるだろうから。何じゃこの適当な主張。さて、ひとまず仮の姿でこんな感じかな。あとは、気づいたらゴミ問題に呆れて出て行った廃墟の管理をして、終わりにしましょうか。にしても思うんだけどさ、市民の人々って結構せっかちだよね。もうちょっと我慢してもらえればいいのに。ウプ主にとっては短時間かもしれないが、2倍速にしているのと、左下の時の流れを見てもらえればわかるが、ものすごい日数が経ってるんだぜ。この状況で何日も何日も待っててゴミ回収に来ない。さすがに呆れるだろ。市民も、別に市民がせっかちっていうわけじゃなくて、時の流れが早いだけだぜ。なるほどね。まあ、今回はこのあたりで終わりにしましょうか。次回あたり、ゴミ問題にしっかり対応していきたいと思います。次回はゴミ問題と、教育機関の充実さの見直しね。ああ、そうだね。工場地帯がうなってたからな。それじゃ、良いお年を。ってな。また来年もウプ主と私たちをよろしくだぜ。はい、それじゃあ終わりましょうか。今年もご視聴していただき、ありがとうございました。